おはようございます、釣り子 TV です。三角 T さん、ついに発売開始されましたね。ノリーズの伊藤匠プロが開発したスペシャルなヘビーなんだけどフィネスに攻めれるワームっていうことで、ちょうどルアーニュースとかでその動画が公開されていたのが今年の5月ぐらいだったので、およそ半年ぐらい待ちましたかね。ついに12月ぐらいに店頭に並ぶよっていうことで、いつかないつかなと思ったら、並んでました。三角 T さん、これかなり規定列というかですね、なかなかすごい形のワームですよね。早速開けていきたいと思います。まずパッケージはカバーでヘビ猫って書いてあるのと、形状と5インチあるよっていうところと、裏に軽く説明書きが書いてあったりしますけどね、どんな形状なのかで、700円、1袋700円で売っておりました。じゃあね、開けていきたいと思いますよ。これは結構そんなに臭くないですね。まあまあ、めちゃくちゃこれオイリーな感じに見えますけど、これやばいっていうほど臭くはない感じですね。まず開けた感じ、ではでは1本出してみたいと思います。これですよ。この T 字で、でこの後ろに突起があるっていうことで、ちょっと各部品を見ていくと、まず頭がですね、ストーンとしたこういう頭がついていて、で横にこの T 字がいるんですけどね、ここに針を刺すみたいですね。で後ろは伸びていって、でこの突起、こういう形なんですけど、なかなか何ですかね、何ですかねっていう感じですね。この形ですよね。もう今一番強いんじゃないかっていうですね、釣り馬の伊藤匠プロが、匠付けでも有名ですよね、開発したっていうことで、初めてノリーズから、自身がプロデュースして出る一発目っていうことでですね、非常に期待が高かったんですけども、実際にですね、どういうルアーかっていうのを見ていきたいと思いますが、まあオフセットでネコリグ的な動きなものをこうカバーに入れ込むっていうような感じの作りみたいなんですけどね、使うタックルとかですね、あとは、針、あと重り、こういったのも動画で説明していましたんでね、まず針はこれですね、インフィニフックの10番。まあまあまあ、ホビットに比べたらちょっと線形が太いんで、ヘビーってわけじゃないけど、まあそんなに簡単に乗されることないよっていう程よい針、これがちょうどいい、10番がちょうどいいっていうことで、これをここにつけるということで、で重りがですね、これレインのネコリグシンカーですけども、これですね8分の1オンスっていうことで 3.5g、 これちょっと重めのネコリグ、これで使うのを前提としているっていう風に解説されていたので、で釣り具屋さんで結構 3.5g のネイルシンカーって探すと、そんなにいろんなメーカーから出ているっていうわけではないので、必然的にここら辺のレインとかになってくるんじゃないかなと思いますが、3個入りで400円、ね、これちょっとまずはちょっと言われた通りのセッティングでしばらく試してみようと思って、このインフィニの10番とレインの 3.5g、 これを買ってきてました。でこれでセッティングしていくわけなんですけども、まず針はここの T さんのこの横に出てるここに10番をつけるといいよっていうことなんで、まっすぐね、丁寧に、こんな感じですかね。まず針がこの横にこんな感じでくっついて、で重り
3.5g だから普段あんまりここまで重いネコリングのシンカーって使ったことなかったんで、まあこれによってカバーなんかにも入れやすいよっていうことで、ちょっとガイドの穴開けてみますか。 3.5g でこの長いシンカーをきれいに入れるためにちょっとガイドの穴を開けておいて挿入。はい、あ、結構ずっしりきますね。やっぱ 3.5、 これが三角 T さんの一番基本のセッティングっていうことで、で動画で見ると常にこの先っぽだけちょっと出たような、状態でやってたんで、ここはあれですかね、ちょっと瞬間接着剤とかで止めるか、あ、もしくは入れ込んで、あ、分かりやすいようにそうしてくれてるんですかね、なんか肝があるのかな。まあとりあえずこんな感じの状態で、でラインは12ポンドとかフローロカーボンの12ポンドとかでも、まあ多少重さがあるから快適に使えるよ、こういうことみたいです。でこの基本のセッティングで何グラムなのか測っておきますね。三角 T さん実際投げる時のインフィニフックの10番に、ネイルシンカー 3.5 グラムを入れてみました。これで何グラムでしょうか。10.4 グラムということで、あー、なるほど、これを、ミディアムヘビーの伊藤プロが使ってた6フィート、中盤 6.7 とかそれぐらいのミディアムヘビーの竿で使っているみたいなんですけども、自分もちょうどこの手の釣りで使うのが好きな 6.8 フィートのミディアムヘビーの竿があるんで、まずはちょっとそれで使い込んでみようかなと思います。でどうなるのかっていうと、この3箇所に腕が伸びていることによって針がついてるところは上方向にこうラインに引っ張られる力でこうアクションして、でこの重りの重い重りの入ってるこの下の足は下に向かってドン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 ってこう波動を出して、で後ろはこの手も相まって、指ですかね、これも相まってボヨヨン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 横方向に向かって、波動を出してっていうことで、この三角にすることによって3点に向かって波動を広範囲にドラララッダラララッダラララッとこう3箇所に向かって波動を出し続けることがカバーに引っ掛けたりしてシェイクすることによってできるよ、こういったことから必然的にこの3点になっているということを解説されておりました。あとは動画なんかで見たんですけども、ただ巻きだとここら辺の突起とかがいろいろな作用をして、すごいブル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 こう魅力的なアクションで泳いできてくれるっていうことで、ただ巻きなんかの映像を見たら結構、ああ、なんでああいう形なんだって納得できたんですけども、すごいブリンブリンしながら泳いできてくれる、かといってものすごい波動が強いわけではないっていう絶妙な感じなんですよね。まあここら辺は、水中の動画なんかもどんどん出てくるかと思いますんでね、そういったところを見ながらっていう感じですけども、何にしてもちょっともう12月で冷え込んじゃいましたけどね、まだバスそこべったりっていうよりは中層で餌を盛んに追いかけている最後のあたりじゃないかななんて思いますので、亀山ダムなんかで行ったら川筋の中層でワカサギが固まっているなんていう映像が映った時とかに、その先に投げて、そこまで沈めてブル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 とかアクションさせたりしながらそのワカサギの中とかを通過させてきて見たりするとすごい効くんじゃないかなっていうのが1点と、まあ基本の使い方であるカバー、最近もトズラッパラダムとかでベコンクローとかカバーに投げたらよく反応してますからね、ああいった感じで、ちょっとこういうのがスタックしなそうな薄ゴミのカバーに引っ掛けて、でこの時期そういった浅いところにいるのって大概でかい、ここぞっていう魚だったりしますからね、そういうのを、もうちょっと
テキサスボチャンっていうよりもそっと入れてドリン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 なんて誘いたい時に、聞くんじゃないかなということで、いくつか使ってみたいシチュエーションがもう思いついているので、もうだいぶ寒い時期ですけどね、なんとか、三角 T さん、どんな風な釣れ方するのか今年中に一匹は釣りたいななんていう風に考えております。でこれがまあ水晶のセッティングなんですけど、結構自分は本番ではあのいつも大好きなこのスクリュー式のフック、これに変えて使おうかな。まずはインフィニで使ってみますけども、カバーに入れ込んでくってなるとちょっとフッキングはインフィニより悪くなっちゃうかもしれないんですけどね、こういったツイストロックの10番なんかもいいんじゃない。ああちょっと実際一回つけてみようかなと思いますけど、この肩口がね先にカバーに当たってくれて回避してくれるんじゃないかっていうイメージで、自分はこの手のスクリュー式のフックってのがまあ、ブルフラットやるにしても何にしても大好きなんですけど、特に今回これカバーに入れてってくださいなんていうルアーっていうことなんで、こんな感じでこれもね10番だからちょうどいいんじゃないかなと思うんですけど、ああ結構どうでしょう、いい感じじゃないですか。こんな感じでツイストロックなんか使ってもいいんじゃないかなと思いますが、水晶はこのインフィニの10番水晶っていうことなんで、まあ忘れないうちにまずこの緑パッケージのレインであればこれ 5.3g までありますからね、これの一番でもまあヘビーですね、8分の1 3.5g っていうことで後半の方ですが、このレインのネイルシンカーとインフィニフックのホビットじゃなくて、普通のインフィニフックですね、こちらの1番この組み合わせが、ベストマッチだよなんていう風に、推奨で出てますのでいかがでしょうかということで、早速ですねこれだいぶ厳しい季節になってきましたけど投げ込んできてみたいと思います。というわけで本日の釣り子 TV はこちらノリーズの、伊藤匠プロ初プロデュースのスーパーワーム三角 T さんを買ってきたよと、こういったセッティングしてみたよという動画と、で明日明後日とですね土日でこの前トズラッパラダムで釣れた少し大きめの魚ギルフラットで釣れたよなんていう動画アップロードしていきますんでね、どうぞそちらの方もよろしくお願いいたします。あと、チャンネル登録お済みでない方はですね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。というわけで、釣り子 TV でした。こんな感じでキングもうまく決まって、いや、サウ